東農型、尾わり型の山茶碗と山皿山茶碗は、平安時代末から、室町時代にかけての東海地方で生産された、無有陶器。海誘陶器の系譜を引き、美濃、尾わり、三河、東東海などの穴蔵ら用で生産された。山茶碗という名称は、丘陵地の斜面など、山の中で採取されることに由来するという。また、湾と共に見つかる小皿については、 山皿と呼ばれることがある。その他、奈良時代の僧である行基が諸国を暗夜して民衆に、作刀技術を教授したとする伝承から、行基や木との別名もある。愛知県名古屋市東部や豊田市を中心に分布する、さなげようで生産された、日本最初期の人工生有陶器である、海遊陶器の系譜に連なるため、白磁系陶器とも呼ばれる。海有陶器は、 8世紀末の生産開始当初こそ、高級食器として成功に作られたが、東海地方各地で焼かれるようになると、次第に、粗雑化し、11世紀末頃には、各地の釜場が、西遊技法を放棄して量産化を施行するようになり、これ以降の製品が、現代の考古学用語で、山茶碗と呼ばれるようになった。さなげ用以外には、瀬戸市の瀬戸用や小牧市周辺の大きさ用、 北半島の地田用、厚見半島の厚見用、岐阜県各見原市周辺の実の末用、道県田地見市周辺の東農用のほか、静岡県東部地域でも生産されるようになった。基本的に上薬を施さず、荒い粒子の態度を持つ、灰色ないし後灰色の陶器であるが、単緑色の自然油がかかるものもある。機種はワン、小皿、パチ、壺などがあるが、ワンと小皿が、 特に多い。ワンや小皿は、やや内湾して立ち上がる道具を持ち、下に高台がつく。小生時に製品を重ね焼きするが、その際、下の製品に高台が癒着しないようもみ殻を敷いたため、高台園にもみ殻の圧痕が残る製品がある。山茶湾は12世紀から15世紀までのおよそ400年に、渡り生産され、当初は海遊陶器の形態を引き継いでいたが、 時代が下るにつれて、湾の道具の立ち上がりが直線的になり、小皿は扁平化し、多くの機種で高台が省略されるなど、簡略化していく傾向が見られる。製品の流通圏は、ほとんど地元の東海地方であるため、庶民向けの日常雑器として使われたと考えられるが、内面が真滅したものや、おろし目を持つものが一部に見られることから、食前具としてだけでなく、 調理器具的機能をも持っていたとする意見もある。ありがとうございます。